しねえしねえ。お前らみたいなチンピラ低くって豚箱に入れても税金の無駄遣いじゃ。どいつもこいつも鼻血のたまった面しとってからやって死んでしまえ。その方が掃除が早いぎ。俺は松井。あれはこの前気の利いたこと抜かしよったの。わしら誰からかすりもろとるんや。言うてみや、もういっぺん。わしここへ何しに来て。調べたいことあんねやろな。誰の許可もろってタバコ吸うとるんじゃ。あんやんのか。おい、俺こう出んのか。おい、うったええや。こっちは10年でも20年でも仕掛けじゃる日になったぞろいとるんだ。一生刑務所へぶそんやろうだろ。何のために遊んで飯食っとるか。ええ、お前はおちんぽに因が含めろ。お前もお前よ。取締り本部の会だというもんだが、広谷か。おお、取り締まられ本部の広谷じゃ。しゃれた口聞くじゃない。たっぷり締め上げてやるから首洗って待ってろ。やれるもんならやってみや。広谷の下道すぐに引っ張ってこい。誰を引っ張ったところで暴力団はなくなりゃせんですよ。わしも警察に入っとりゃ町と花は咲いたかもしれんの。そうじゃ、お前らにこんな安月給務まるで。さっきの部長さん、なんだ警察に入ったん。ピストル持ちたかったからじゃ。取締本部、広谷の逮捕状取ってきました。わしも極道じゃけの、臭い飯食え言うて言うんじゃったら何ぼでも食うじゃろ。おじゃ市長やら市会議員やら警察は何やっとるの。極道じゃけん、我だけ牢屋に入ってこい言う理屈があるかい。入るなら市長から所長からつるんどるやつらみんな一緒に来い言うとるんじゃ。極道を扱うには要領いうもんがあるんですよ。若いもん刺激して怪我人出しても、わしは責任取らんですよ。